はい、テレビの前の皆さん、お久しぶりです。本日はですね、アジアが誇ります香港にやってまいってます。本日の気温は32度、湿度は160ヘクトパスカルのちょっと曇りでして、夜景の方はですね、本日は100万ドルの夜景のはずが、政府の発表では58万ドルから59万ドルぐらいの間ぐらいの夜景だと申されておりますね。それがまたこうアメリカのドル計算か香港のドル計算かっていうことになりますと、ちょっと調べてもう一度折り返しご連絡いたしますんで、よろしくお願いいたします。